徳島市沖の浜、お盆が過ぎても残暑が厳しいな。お、こんなところに日本料理屋が。ますぜん、いやランチもやってるやん。ちょっと今日のお昼は美味しい和食でもいただこうか。徳島市沖の浜東にオープンして2年になる日本料理ますぜん。本格的な日本料理をカジュアルなスタイルで提供するお店だ。カウンター8席、テーブル8席とこじんまりしているが、高級感のある空間が心地よい。店を切り盛りするのは増田五郎さん、49歳。料理人になると決心したのは高校進学の時だった。板前さんとかコックさんにやっぱり憧れて、小松島西高校の食物科に進学するということを決めた時に、もう料理人になると親を説得して、でまあそのままっていう感じですね。高校卒業後、県内の有名ホテルに就職した増田さん。入って数年は雑用ばかりの毎日だったが、辛抱強く働き続けた。面白くなってきたのはだいたい5年6年してからですね。あの魚を任された時とか、盛り付けを任され、何かを任されるっていうのがやっぱり嬉しかったですね。ちょっとしたことでもね、はい、ホテルやレストランで20年修行し、独立してから11年、日本料理の板前として今でもずっと心がけていることがある。なるべく手を加えずに美味しくっていうのをまあ心がけてやってます、はい、余計なことをしてしまうと、美味しくしたつもりが美味しくなくなってしまったりする場合があるので、そこが駆け引きが難しいですね。ランチメニューで人気なのはサバの棒寿司が入ったお膳。個体差が出やすいというサバをおろしながら見極め、塩や酢につける時間を変えているという。棒寿司専用に使われる北海道産の黒板昆布で巻いて3時間ほど置くと、旨味がサバに染み込んでいく。他に季節の魚や野菜、汁物、デザートを合わせて完成。これが人気のサバ寿司膳か。見た目が美しい。いや、これはいつまでも見ときたいな。まずはやっぱりこのメインの棒サバ寿司からいただきます。ゴリシャス。まずはやっぱりこの酢締めしたサバ、肉厚で非常に脂が乗っていて、酢で締めることでサバの持つ美味しさがギュッと凝縮されて、濃厚な味わいが感じられる。そしてこの爽やかな柚子酢で後味も非常にさっぱり。昆布のうまみがこのサバにもしっかりと伝わって、いやこれは口の中で見事なバランスを織りなしてる。いやー、これはサバ棒寿司の極みやな。今が旬のこのハモがいただけるのも嬉しいな。あ、さっぱり間違いないな。このハモのふわふわの身の部分とコリコリとした食感の対比が非常に楽しい。淡白な中にも噛むごとにしっかりとハモの旨味が感じられて、なんといってもこのさっぱりとした梅肉ソースとの相性が抜群。汁物がそば米汁っていうのも嬉しいな。鶏のつみれが入ってる。いただきます。お、上品。
口当たりは非常にまろやかで上品な中にしっかりとカツオと昆布のコクが感じられるこのお出汁、鶏のつみれからもその旨味がしっかりと溶け出してる。食べやすいようにお野菜も細かく切ってくれてるのもなんか愛情伝わってくるな。うん、最高。阿波牛の上カルビを使ったこちらのメニューもおすすめ。こちらも人気の阿波牛ちらし寿司膳。いやこれは楽しみやな。いただきます。おお、これも好き。この甘辛く煮込まれた牛肉が美味しい。赤身と脂身のバランスも秀逸で、この上質な味わいが噛むごとに伝わってくる。ごぼうや生姜の風味も相まって、いやこのさっぱりとした酢飯とも非常によく合う。お魚だけでなくて絶品のお肉もいただけるのは嬉しいな。うん。増田さんが初めて店を持ったのは11年前。ファミリー層を意識した和食レストランとして阿南市内で営業を始めた。しかし厨房と客席が離れた場所にあり、お客さんの反応を直接見ることができなかった。おととし徳島市内に移転し再スタートした新店舗。こだわったのはカウンターを挟んでお客さんと向き合いながら料理を提供するスタイルだ。お客さんが一口目食べた時のあの瞬間のリアクションとか、黙ってうなずいてくれるとか、中には美味しいって言ってくれる方もいらっしゃるんですけど、やっぱりそういう反応が見れるっていうのと、お話がお客様とのやり取りですね、やっぱり楽しいですね、はい。天然の鳴門鯛を使った増田さんおすすめのメニューがある。鯛の刺身にごま醤油のタレを絡めお茶漬けでいただく。鯛茶漬け膳、食べ方って何かありますか？そうですね、あのご飯がたっぷり入ってますので、最初そのままあのお刺身の状態で食べていただいて、でご飯が半分ぐらいになった時に鯛を乗せて、あの薬味と一緒にお茶漬けにして食べていただけると、はい、なるほど。鯛ごまだれいただきます。ああ、このご飯いか、うん、このナルトの天然のマダイ、噛むと躍動感のある歯ごたえが感じられて、この絶品の鯛を香ばしいごまだれが一段上へとその美味しさを引き上げてくれてる。ではいよいよお茶漬けでいただいてみるか。泡番茶いただきます。ああ、こういうことか。熱いお茶をかけることでこの鯛の食感がしっとりとした口どけに変わって、また鯛の香りもひときわ際立つ。この爽やかな酸味の泡番茶とまろやかで丸みのあるこのごまだれも相性が抜群。いやーこれは一度で二度楽しめる、なんとも贅沢で嬉しいランチ。18歳で日本料理の道を志し、30年以上にわたって腕を磨いてきた増田さん。独立してお店を持った今もなお理想を追い求めて努力を欠かさないその姿はまさに感異
舞を、いや、その技と経験から生まれた絶品の味、堪能させていただきました。四季がある日本で、その土地土地のやっぱり美味しいもの、これを食べて、あ、もう春だな、夏だなって感じていただくのがやっぱり仕事だと思ってますので、まだ 100% ではないですけど、まあ、自分が思い描いたような料理が、まあ、出せつつあるかなと思います。まだけどまだまだ修行の途中なので、はい。いや、見事な美味しさでした。今度は夜の懐石コースもいただいてみたいな。